Esa. さあちょっとな。早起きして罠を仕掛けておいた甲斐があったぜ。まさかこんな単純な落とし穴に落ちる奴がいるなんてな。まあでもこれで久しぶりに肉にやりつけ。えらくちっこいな。ってなんだ、ガキじゃねえか。くそ、ちっこい上にこんなに細っこいんじゃ食っても腹の足しにならねえじゃないかよ。はぁ、せっかく久しぶりの食事にありつけると思ったのによ。仕方ね、他当たるか。ああ、なんだよ。はあ、あんなもん自分で登ってこいよ。あいつしょうがねえな。ほら、手を貸せ、引っ張ってやる。ほらよ。って、なんで俺にお礼言ってんだよ。お前、この落とし穴を誰が作ったのか分かってねえのか？それに、俺は狼だぞ。なんでさっきから怖がってねえんだ。ワンワンって、アホか。俺は犬じゃねえっつうの。腹立つな、このクソガキ。まあ、まだ子供みてえだし、わからなくても仕方ねえか。ほら、もういいからとっとと行けよ。今回は見逃してやる。その代わり、次に会った時、てめえが今より成長してたら、その時は絶対に食ってやるからな。お前、本当にわかってんのかよ。ああ、おい、ちょっと待て。ほら、靴忘れてんぞ。さっきので脱げたんだろ。早く履け。ああ、気をつけて帰れよ。久しぶりの人間だ。しかも女か。肉付きはそんなに良くないが、まあいいだろう。ん？この赤い頭巾、お前もしかして、あの時のクソガキか。おお、お前でっかくなったな。全然気づかなかった。あれから10年くらい経ったか。そうか。もうそんなに大きく。うわっ！お前、何考えてんだよ。久しぶりだからって、狼に飛びつくやつがあるか。体は成長してるくせに、頭の中は子供のままなのかよ。いいから離れろ。はぁ、あぐ。で、今日はどうしてこんなところにいんだ？まさか迷子じゃないだろうな。おばあさんの家？ああ、あの森の奥にある家か。俺？
俺は腹が減ったから餌を探しに。おう、わかってるじゃないか。そうだ、ウサギとかシカとかな。ま、たまに今日みたいに人間に出くわす日もあるが、ここ数年は食ってねえな。そういえば、昔お前と約束したよな。次に会うときは食うって。しらばっくれても遅えよ。次に会うとき、お前が今より成長してたら食ってやるって約束したはずだ。見たところ、ずいぶん成長したようだな。昔よりは体積も増えたようだし、肉付きはまだまだ足りないが、肌に張りがある。歳も若いし、なかなかうまそうだ。観念しろ。なんだ、お前もしかして自分の身に何が起きてるのかわからねえのか？やっぱ体は成長しても中身は子供のまんまか。まあいい、俺にはそんなことどうでもいい。俺さえ満足できればいいんだからな。ああ、血液の流れる音が聞こえてくるな。それから心臓の音も。肌が透き通って血管がよく見えるぜ。本当にうまそうだ。なんだ、かわいい声出すじゃねえか。自分が何されてるかわからなくても、快感だけは感じるんだな。なんだ、今の嫌な音。はあ、ブドウ。なんでんなもんがこんなところに。なんだよ、急にでかい声出しやがって。ああ、これをばあさんちに届けるつもりだったのか。知るか、こんなところに置いとこうが悪い。え、ああ、そうか。あ、俺が押し倒した時に落ちて。な、ぶどうが潰れたくらいで泣くなよ。仕方ねえだろ、気づかなかったんだから。悪かったって、そんな大声で泣くんじゃねえよ。お前ほんと、中身はクソガキのままなんだな。あいだ、わかったから。あ、俺が悪かったよ。ほら、ぶどうなら取ってきてやるから、早く泣きやめ。あっちの森に、たくさんぶどうがなってるところがあるんだよ。そこまで取りに行ってやるから。一緒に行くっつっても、結構距離あるんだぞ。頑張るっつってもな。仕方ね。おぶってやるよ。ほら、早く背中に捕まれ。しっかり捕まってろよ。落ちても知らないからな。おい、もうそろそろいいか？
お、結構取れたみてえだな。よし、それじゃあ帰るか。何やってんだよ、早く乗れ。ついでだからばあさん家まで送ってやるんだよ。今回だけだからな。今回はお前がつまんねえことでギャーギャー泣きわめくから言うのはやめて、仕方なくここに連れてきたんだ。次に会った時は絶対に食うからな。ほら早くしろ。しっかり捕まってろよ。